はい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 。シーズン終わったんで、まあ放出した選手が、まあどんな感じで、行ったチームで活躍したのかっていうのを、改めてね、見たいなというふうに思っております。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後に見に行ってください。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平がですね、巨人情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、全員ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。全員お願いします。はい、今年中に5万人、500人違うからね。うん。5万人をね、目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたら、全員ね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、その前にですね、僕、嘘つくんが嫌いなんですね。はい。嘘つくん嫌いなんですよ。うん。だから、まあ、本心で、まあ、本音で、ちょっとね、お話ししていきたいと思うんですが、まあ、いつもね、それは心がけてるんですけども、今日はですね、まあ、放出したじゃないですか。まあ、いろいろ、まあ、ジャイアンツにいてくれて、まあ、活躍してくれた選手、まあ、たくさんいましたけども、まあ、昨シーズンの末ですかね。まあ、9人ね。急に放出したんですよ。うん。で、まあね、もちろん巨人ファンからしたらですね、その球団にても活躍してほしいという思いはあるかとは思うんですけども、まあ実際ね、シーズン今終わったんで、その9人の選手がですね、一体その移籍先で、どのような成績を出して、まあ一体、どのような評価を受けているのか、みたいなところをですね、まあちょっと、まあ、あまり、巨人戦以外はあまりこう詳しくは見てないんですけども、まあ成績なんかも振り返りながら、まあおよそこういう感じなんじゃないみたいな感じでね、ちょっとね、お話していきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあですね、9人ね、早速言っていきたいと思うんですけど、まずね、全員名前だけ言っていきます。はい、まず鍵谷選手、三上選手、堀岡選手、中島選手、勝木選手、桑原選手、ウォーカー選手、中田選手、北村選手、この順番で、言っていきたいと思います。はい、じゃあまず、鍵谷さんから行きましょうか。鍵谷さんから行きます。はい、鍵谷さんは、まあ、日本ハムに、戻られたんですね。戻られて、まあ、今シーズンで現役引退という形になってます。まあ、まあ、記事なんか見てると、まあ、コーチになるんじゃないかとか、まあ、いろいろありますけども、もう、本当に言えるのがね、もうめちゃくちゃ人一緒なんですね。まあ、お前成績とか言えよって話だと思うんですけど、めちゃくちゃ人がいいんですね。本当にいい人なんで、まあ、本当にこう、おそらく、まあ、日本ハムでもそうだし、ジャイアンツでも本当にこう、なんて言うんだろう、こう、気に入られてるって言い方あれですけども、本当に、まあ、球団に残ってほしいというふうにね、言われるような、人なんじゃないかなと思います。まあ、成績も含めてね。はい。で、まあ、昨シーズンというか、今シーズンか。今シーズン、まあ、1軍で1試合しか投げてなくて、まあ、2軍で20試合、防御率が 0.78、0勝1敗、1.09 というふうになってますけども、まあ、年もね、34歳というところありますし、まあ、なかなか1軍でっていうところだと思いますから、まあ、日本ハムもね、すごく若手の選手を起用してるっていうのがあるので、まあ、その波にというかね、そういう時代の流れに、なかなか、逆らえなかったというところだと思いますし、まあ、本人も、あと、まあ、数年というふうにね、思って多分、まあ、日本ハムに行かれたと思うんで、まあ、そういったところで、まあ、元気いたいというところで、本当にお疲れ様でしたという一言だと思います。はい、次行きます。二人目、三上選手ですね。今、オイシックスにいらっしゃるんですね。で、年齢35歳ですね。だから、鍵谷さんより1個上になるんですね、これね。で、今年47試合、防御率が 3.55、4勝4敗、1セーブ、ウィップが 1.38 となってます。まあ、僕もしね、プロ野球というか、NBB に復帰するんであればね、まあ、7月までのね、試合カード登録の期間あるじゃないですか。あの時に、まあ、三上選手が取られる可能性あるんじゃないかなというか、あるとしたらそうなんじゃないかなというふうに思って、まあ、ちょっと動向は追ってましたけども、まあ、獲得する球団はなくてっていうところで、まあ、年もありますし、まあ、成績もね、別にね、そんなめちゃくちゃ悪いわけではないんですけど、まあ、確か7月あたりまで、結構良かったと思うんですよ。だから、ワンチャン12球団どっか、例えばね、右のサイドハンドが、いないところとか、結構飛ぶんちゃうかっていうところ、ちょっとありましたけども、まあ実際なくてというところで、
まあ、来季以降、まあ、ちょっとわからないですけども、まあ、年も35ってところあるんで、結構厳しいんじゃないかなって、NPB 復帰には結構厳しいんじゃないかなっていうところは、正直ありますし、まあ、本人もね、わかってらっしゃるとは思いますけども、まあ、その最後の最後までね、野球を続けるという、多分ところだと思いますんで、まあ、来季以降もね、まあ、OU6 なのか、それか他の球団に行かれるのか、それはちょっとわからないですけども、すごく頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、で、3人目いきます。堀岡投手ですね。DNA 行きました。はい、26歳。はい。まあ、この投手はね、僕も何回もバッテリー組んでますね。本当に寮からね、ずっと一緒で、非常にね、可愛らしいやつなんですけども。まあ、今年ね、1軍で6試合、防御率が 0.00、っていう風になってます。で、2軍で33試合、防御率が 3.86、2勝2敗、6セーブ、ウィップ 1.26 となってます。なんかね、6試合しか投げてないんか、1軍で。うん、なんかそんな感じがしないね。というのも、まあ、巨人戦で結構投げてきたイメージあるんですね。2試合か3試合ぐらい多分巨人戦で投げてると思うんですよ。だから、なんか、堀頑張ってんなって思ってたんですけど、まあ、意外と、まあ、1軍で6試合しか投げてないというところは、まあ、ちょっと、まあ、少ないなっていうところは正直ありますと。まあ、2軍で、まあ、33試合で 3.86 か。うん、だから、ちょっと DNA の状況はね、僕、詳しく、分かってないので、分からないので、ちょっとどうか分かんないですけど、もしかしたら戦力外、どうなんだろう。ちょっとそれは DNA ファンに教えてほしいんですけど、まあ、その、もともとね、球も速いし、まあ、ちょっと荒れ球というかね、なんて言うんだろう、バッターが絞りづらいというか、怖いんでね、正直。だからこう、真ん中側で散らばってっていう形なんで、まあ、奪三振能力もね、結構ありますし、非常に、まあ、まあ、ジャイアンツでは目が覚まなかったというか、なかなかこう、厳しかったですけども、まあ、DNA ではね、まあ、そこそこ、もうちょっと、日チームでね、登板数があったらよかったなと思うんですが、そこはね、まあ、堀もね、来年以降ね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。で、4人目、中島さんですね。はい、今年ちょっと戦力外になっちゃいましたね。はい、年齢42歳。42歳すごいね。うん。で、まあ、1軍で15試合で打率0割。2軍で27試合、1割7分9厘。OPS571。これじゃきついですよね、正直ね。うん。まあ、僕、嘘を言いたくないんでね、正直言いますけど、まあ、なんかこう、なんかネットで話題になってましたよね。なんかこう2軍であんまり打ってないのに、若手上げずに中島上げるんかいみたいな、なんかその中日のファンの方がね、なんか X かなんかで言ってたんですけど、まあでもそれ言われてもまあ仕方ないかなとは思いますと。まあ今年も13打席あったんかな。で、13の0かなんかで、まあ代打1本なんでほとんどね。だからまあ厳しいとこあると思うんですけど、まあ、巨人戦でも確かありましたね。いい場面でね、出てきて、なんかショートゴロがなんか打ち取ったみたいな時ありましたけども、まあ、ちょっとね、まあ、来季以降もやりたいっていうようなね、コメントされてますけど、まあ、実際取るとこあんのかなっていうところは正直ありますし、まあ、まあ、そこはね、まあ、もう42歳までやられてるんで、正直すごい、凄すぎる、メジャーも含めてね、やってるんで、凄すぎるんですけど、まあ、来年以降どうなっていくかっていうのはちょっとね、まだ、これからもね、動向を追っていきたいなと思ってます。はい、で、次、5人目いきます。勝木選手ですね。28歳。育成で、オリックスに行っておりますと。で、実際、成績、まあ、1軍はね、育成なんで行ってなくて、2軍で67試合、打率2割6分2厘、2ホームラン、17打点、OPS740 となってます。どうだろう。僕もオリックス詳しくないんで、あれもわかんないですけど、まあ、実際、試合に上がれなかったっていうのもあるしね、まあ、28歳って、まあ、僕の一つ下なんですけど、彼もすごく打撃型の選手というかね、打撃が売りの選手ではあるんですが、まあその、まあ2軍での成績見ると、めちゃくちゃ悪いわけではないというかね、OPS も740あるんで、ちょっとホームランが少ないかなって、2ホームランね、彼の打撃のそのパワーからすると少ないかなっていうところあるんですけど、まあ実際どうなんだろう、オリックス内でどういう評価されてるかわかんないですけども、まあ1軍登録されなかったっていうところは、まあ実際、もしかしたら戦力外の可能性もあるのかなと思うし、が、他の球団でね、もう一回やるのか、それはどうかわからないですけども、今後もね、ちょっと動向を追っていきたいと思います。はい、6人目、桑原拓也ですね。僕、同級生、誕生日1日違いというところで、はい、同期入団なんですけども、28歳、育成で、ソフトバンク行ってます。1軍登板なしで、2軍で35試合、防御率が 2.55、5勝2敗、2セーブ、
ウィップが 1.39 となっています。桑原も結構ね、2軍で、ね、結構良かったんですよ、あの今年ね。ただ、なんかオープン戦がなんかね、1軍で投げた時に、なんかめちゃくちゃ打たれたんかな。で、めちゃくちゃ防御率バーンって上がったんで、その印象が結構強かったんちゃうかなと思います。うん、だから、ワンチャンこれ、試合があるんちゃうかって思ってたんですけど、多分そこの印象とか、まあソフトバンクそう熱いんで、それでちょっと厳しかったんだと思うんですけど、まあ、彼もね、僕と同い年なんで、まあ来季もね、育成で、結ばれるかって言われたら、ちょっとわからないし、まあクビになる可能性も十分あるんでね、そこはまあ彼自身もわかってると思うんで、そこはね、ちょっとね、注目して見ていきたいなと思います。はい、で、7人目、ウォーカー選手ね、32歳、もうこの選手はね、本当に巨人で、まあ、守備がちょっと難ありましたけど、打撃に関してはめちゃくちゃ良かったというところですね。で、トレードで行ったんですよね。確か高橋礼投手と泉投手をね、獲得して、ウォーカー一人出すっていうところで、まあ、ちょっと賛否いろいろありましたけども、結果的に見たら、ジャイアンツがすごく得をしたんちゃうかなっていうところがね、ありました。はい、成績見ていくと、今年1軍で20試合、1割6分9厘、1ホームラン、3打点、OPS 433。2軍で73試合、打率2割1厘、7ホームラン、25打点、OPS 621。これじゃあかんやろ。これじゃダメだろ。うん。だから期待された、そのね、数字と、もしかしたらホームランを取れるんちゃうかぐらいのね、勢いでいったと思うんですけど、1軍で結局こんだけしか試合出てないし、で、2軍でもね、まあ、2軍で出てるようじゃダメなんですけど、正直ウォーカーはね。うん。っていうところで、まあ、ソフトバンクに合わなかったのか、パリーグの野球に合わなかったのか、それちょっとわからないですけど、詳しくわかんないですけど、でも成績だけ見てたら、これ全然ダメだし、うん。ね、結局まあ、ソフトバンクも優勝してるわけだから、まあ、じゃあ、ウォーカーいらねえよなってなるんでね。うん。だから、おそらくクビでしょ。これはね、間違いなく。うん。まあ、ちょっと残念ですよね。ジャイアンツ、非常に、いい選手ではあったんですけどね。はい。で、8人目、中田翔選手いきます。はい。中田翔選手ね。はい。まあ、一番、語りたい選手ではあるんですけど、まあ、今年1軍で62試合、2割1分7厘、4ホームラン、21打点、OPS 570となってます。2軍で12試合、1割4分の8厘、0ホームラン、2打点、503OPS となってます。これじゃあやばいやろ。これじゃあやばいやろ、と。ほんまにマジで。あと、巨人で何年、2年残ってたんか。2年で6億残ってたんかな。だから、それで、取りすぎやろと、代打で、2年、3年契約で、なんか9、え、3年で6億あったんかな。だから、あと2年で4億あったんかな。っていうところで、もうそんな代打いらんやろってところで放出したと。で、ちょっと賛否もありましたよね、その時ね。なんか多少いらんくなったら、この代打が薄くなるとか、ファーストかなんちゃらとか言ってましたけど、結局今年ね、岡本選手がこういろいろ守ってくれましたし、でモンテスが来たりとか、まあいろいろね、まあ、大城さんがファースト行ったりとか、いろんなこうことをしながらね、中田翔選手の穴っていうのを埋められたかはちょっとわからないですけども、まあなんとかうまくやりくれできて、まあ、優勝できましたし、でまあ代打の枠確かに薄かったですけど、まあなんとかね、まあ優勝できた、結果優勝できたんで、まあそれはね、中田翔選手がいたらどうなってたかって、まあちょっとわかんないですけど、でもただ、起用法っていうのはも、絶対ね、変わってきた、変わってきてると思うし、実際やっぱりこう、まあある程度実績あって、で、ある程度やっぱ、ね、プライドもあったりとかして、やっぱりこう、使う側もやっぱこう、起用をちょっと使っちゃうじゃないですか。だからそれがあったとしたらもっと起用法は変わってたんで、ちょっとこう、もしかしたらジャイアンツがね、うまくいってない可能性もあったかもしれないんで、まあ、逆にもっとうまくいってた可能性もありますけどもっていうところあるんで、まあ、そこはちょっとわからないですけども、でもまあこの成績見てると、まあ、まあ、放出して、まあお金もねだいぶ浮きましたし、ジャイアンツに関してはね浮きましたし、で中日行ってもまあ初め出だし良かったんですけどね。出だし良かったんですけど、まあ、この感じでフィニッシュしちゃうと、まあ、ちょっと、まあ、中田どうなんみたいな、やばいやろってなるんでね、中日でもおそらくなってると思うんで、そこはね、まあ、まあ、言い方悪いですけど、まあ、放出して良かったのかなと思います。で、最後、9人目、北村匠海いきます。はい、この選手も同級生で同級入団でございます、僕ね。はい、1軍で48試合、1割2分3厘、1割2分5厘かな ?1 割2分5人か。で、1ホームラン4打点、OPS 429。2軍で21試合、2割1分9厘、0ホームラン0打点、539OPS となってます。まあ彼も、
彼の打撃は、ね、めちゃめちゃ本当にいいんですけど、まあその、まあ主に巨人戦しか僕見てないです。巨人、ヤクルトしか見てないですけど、まあ、主に守備固めというか、まあ後半ちょっと出てきて、打席1打席あるかないか、みたいなところのね、起用法がね、主なところだったと思うんで、まあやっぱり彼からしてもね、やっぱもうちょっと打席が欲しいなと思ってると思うし、ちょっとね、アピールするの結構厳しい、難しいかなと。まあ、巨人戦でホームラン打ちましたよね。すごくいいホームラン打ちましたんで、まあ彼もね、それぐらい能力はある選手なんで、まあ守備も上手いですし、多分、まあ首にはならないだろうというふうに思いますし、本当に、まあヤクルトもね、今こう、あんま良くないじゃないですか、ずっとね、順位的に見ても。だから、彼自身も、ね、来季ね、本当に、まあレギュラー、取れるかはちょっとわからないですけども、それぐらいね、まあ48試合か、うん、出てるんで、うん、うん、まあ必要とされてるとは思うんで、来季以降もね、頑張ってもらいたいと思うし、僕はもっとね、彼の豪快な打撃っていうのを知ってるんで、まあ繊細な守備というかね、上手い守備もそうですし、彼らしいね、僕は打撃をね、もっとね、見てみたいというところはあるんですけども、まあ、それはね、今年の、まあ、オフの取り組みであったりとか、来年の一発目のスタートダッシュであったりとか、そういったところで、まあ、起用法もね、また変わってくるかなと思うんで、ぜひね、もっともっとね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで、今日、まあ、放出された選手、まあ、9名、見ていきましたけれども、まあ、はっきり言って、まあ、総じてね、個別じゃなくて、総じて言うと、まあ、出してよかったなっていうところは正直あります。まあ、結局、まあ、優勝しちゃってるんで、ジャイアンツの場合、優勝しちゃってるんで、まあ、正直、あの選手がいたらとか、っていう過程はね、やっぱその、もしの話はわからないんでね、だからどうなってるかわかんないですけども、まあ、結果的に、うまく、まあ、優勝できたっていうのがあるんで、まあ、まあ、正解というか、まあ、正解とかはないんだけど、まあ、良かったんじゃないかなと思うんで、そこはね、まあ、9人の選手、まあ、引退される選手もいれば、戦力外になっている選手もいますけども、まあ、これからね、まあ、第2次、とかね、いろいろ首の期間がありますから、できるだけね、その、放出というか、行かれた方が、長い間ね、他の球団で野球できるように願ってますんでね、今後もね、動向を追っていきたいなと思っております。はい、そんな感じで、今日は終わっておこうと思うんですけども、チャンネル登録ね、まあ、無理だと、言われてますけど、5万人マジで目指してみるんで、ぜひね、チャンネル登録、ポチ、高評価、ポチ、通知のボタンなんかもね、ポチッとしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わっておこうかな。終わってきます。いつもありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。